こんにちは、茂木和也です。今回はバスタブの内側につく青色の頑固な汚れ、銅石鹸の洗浄テストをやってみようかなと思ってお風呂に来ているんですけれども、カメラ越しにどの程度見えるかわからないんですけれども、内側のところ色がちょっと変わってますよね。お水がちょうど張られるところの水面のラインにですね、青色の汚れがつくんですよ。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、ここが一番ひどいですよね。こういう感じ。これ銅石鹸という汚れなんですけれども、なぜこのような青色の汚れがつくかというと、風呂釜の素材にですね、銅管を使っていると、その銅がですね、浴槽水の方ににじみ出てきてと言いますか、溶け出してきてと言った方が正しいですかね。それだけじゃですね、青くはならないんですよ。例えばその溶け出した銅がですね、皮脂と反応したりですね、水道水に含まれている硬度分と反応して青くなってここにこびりつくんですよね。で、とても頑固なんですよ。で、今皮脂と反応するパターンと、水道水に含まれている硬度分と反応するパターンというふうにお話ししましたが、どっちが頑固かというと、格段にですね、水道水に含まれているミネラル分と反応してできた銅石鹸の方が頑固なんですよ。これは石鹸カスもそうですよね。石鹸カスも2パターンあって、同じくですね、皮脂と反応してできる酸性石鹸、そしてミネラル分と反応してできる金属石鹸、2つあるんですけれど、石鹸カスについても金属石鹸の方が非常に頑固なわけなんです。で、そのどちらもですね、今回落としていきたいなと思うんですけれども、まずは皮脂と反応してできる方の銅石鹸をですね、落としていきます。で、何を使って落としていくかというと、こちら強力カビハイター、これで落としていきます。これまでも何度もですね、ご紹介してきてるんですけれども、その皮脂と反応してできる方の銅石鹸は塩素系でですね、落とすことができるんですよね。では、ここの一番ひどいところから吹きかけていきますね。こっちはそれほどひどくないんですけど、そして塗り広げます。これでですね、30分ぐらい放置してですね、皮脂と反応した方は落ちてくれると思いますから、その後ですよね、今回の動画のメインとなる洗浄テストは。で、何を使うかというと、こちらですね、ハイドロハイターを使ってみようかなと思ってますね。この還元剤の働きでですね、水道水の硬度分と反応してできた方の銅石鹸がどこまで落ちるのか、もしくは落ちないのかというところですね、テストしていきたいと思うんですが、なぜこの還元剤を使ってですね、銅石鹸の洗浄テストをしようとしたのかと言いますと、これまで硬度分と反応して出てきた方の銅石鹸を、茂木和也の錆落としを使って落としてきたんですよ。で、茂木和也錆落としも大きく分けると還元剤の部類ですから、もしかするとこのハイドロハイターでも落ちるのではないかなと思ってですね、今回テストしようと思ったわけです。では、15分ぐらい放置してですね、その後すすいでテストの方に入っていきたいと思います。はい、あれから15分ほど経過しました。どうでしょうか。そんな変わってないですね。まあでもちょっと薄くなったような気もしなくもないですが、ではシャワーで流していきます。では、いよいよテストの方に入っていきたいと思うんですけれども、まずはこのハイドロハイター、どうやって使うかというところなんですが、使用量の目安通りに使ってみようと思います。1リットルのお湯括弧40度に 5g、 キャップ半分ということですから、今回は2リットルの洗浄液を使ってみたいと思いますので、こちらの無印のですね、バケツ内側にメモリが入っていまして、2リットルトルのところまで入れて、キャップ1杯入れるという形で洗浄液を作っていきたいと思います。はい、ではお湯を入れます。はい、2リットル入りました。ではハイドロハイターをキャップ1杯ですね。はい、キャップ1杯入りました。では入れます。はい、そしてですね、このブラシでよく溶かして、で、このブラシでつけて洗っていきますね。もうまずはざっと洗いますね。洗うというか、つけるといった感じですね、とりあえず。
そして今映っている一番ひどいところはですね、こちら、これはスコッティの洗って使えるペーパータオルですね。これをですね、洗浄液にこうつけてペタッと貼っていきますね。もう一枚ありますので、同じく目立つところに貼りたいと思います。はい、こんな感じでひどいところにペーパーで湿布しました。上からですね、もうちょっと洗浄液をですねかけて、はい、これで1時間半ぐらいとりあえず放置してみようと思います。はい、あれから1時間半ほど経過しましたので、どこまで落ちたかペーパーを剥がして確認していきます。落ちていないですね。ちょっとは薄くなったでしょうか。いや、そんなことないですね。ちょっとブラシで一旦洗ってみますね。ほとんど変わりない感じですね。ということで、このハイドロハイターではうまく落とすことができませんでした。多分ですね、これ以上長くつけていたとしても変わりないのかなという感じがしますので、せっかくなんで以前のようにモテギカズやサビ落としを使ってですね、ハイドロハイターで落とせなかった銅石鹸を落としてみようかなと思います。一旦シャワーですすぎます。そして水気を拭き取ります。バスタブの底のところも青いんですよね。ここにもサビ落としかけてみようと思います。はい、それではサビ落としをかけていこうと思うんですけれども、このやり方はですね、正直おすすめしません。変色するんですよ、一旦黒く。で、その黒くなった変色をまた戻すのが結構難しいですし、びっくりしますからね、経験されてない方だと。なのでこのやり方はですね、おすすめしませんというか、真似しない方がですねいいかと思います。ではいきますね。つけてちょっと塗り広げますね。ここも結構しっかり銅石鹸ついてますよね。ここもしっかりついてますよね。ずーっと。そこのところにもつけていきます。はい、サビ落としを側面のところにぐるーっと塗り広げました。あと底のところですね、ここの底のところにも塗りました。まだ黒く変色してきていないんですけれども、もう少し経つと色が変わってくると思いますので、このままですねまたしばらく放置しようと思います。はい、あれから30分ほど経過しました。だいぶ黒くなってきましたね。こんな感じで黒く変色するんですよ。これは普通に洗っても絶対に取れませんので、その点でおすすめできないということになりますね。では次にですね、まずはすすぎますね。はい、すすいだら次にですね、最初に使いましたカビハイターをですねかけていきます。はい、そして塗り広げます。こうするとですね、さらに黒くなると思うんですよ。はい、またですねこのまましばらく放置します。はい、あれから1時間経過しました。だいぶ黒くなりましたよね。こんな感じで黒く変色するんですよ。これが不思議なんですよね。あ、床も黒くなってますね。最初に皮脂汚れと反応してできた銅石鹸を落とすときに強力カビハイター使ったじゃないですか。その時は黒くなること
ありませんでしたよね。で、その後に錆落とし使って流してから強力カビハイターを使ったらですね、こんな感じで黒くなるんですよ。こうなるとびっくりしますよね。私はですね、何度もやってるんでびっくりしないんですけれども、ここもですね、おすすめしない点の一つなんですけれども、でさらにカビハイターかけていきますね。あ、カビハイターがちょっとなくなってしまったので、カビキラーに変更してかけていきます。はい、そして塗り広げますね。手前側も同じようにですね、ちょっと見えないんですけど変色しております。塗りました。あとはこのままですね、この黒い変色がですね、消えてなくなるまで放置なんですけれども、前回の経験ですと3時間とか4時間とかそのぐらいかかったと思います。なのでそのぐらい放置しないといけないんで、定期的にですね、今みたいにカビキラーをかけてあげないといけないんですよね。流れてしまっては戻っていきませんからね。では引き続き放置していきます。はい、あれからさらに1時間ほど経過しました。こんな感じですね。多少薄くなってきたような感じはしますけれども、まだまだ黒さが目立ちますね。ここでまたですね、カビキラーを追加して塗り広げて、またですね、放置していきたいと思います。もうこれの繰り返しなんですよね。そして塗り広げると、床はだいぶ薄くなったような感じがしますね。あとはこの繰り返しなんですよ。なので今ちなみにですね、午後の3時20分頃なんですよね。なので定期的にですね、乾いてるようだったらまたカビキラーを足して塗り広げてということを繰り返してはいきますけれども、今度カメラでお見せするのは完全に落ちた時ということにします。はい、ではまた引き続き放置します。はい、現在の時刻が午後6時10分です。ご覧の通りだいぶですね、黒い変色がなくなってきたんですけれども、まだ残ってるんですよね。それと黒じゃなくて青色の汚れもあるんですよね。銅石鹸ですよね。なのでモテギカズヤの錆落としをつけてしばらく置いたんですけれども、しばらく置く時間がちょっと短かったですね。もっと長く置いてしっかり、なんて言いますか、黒くしちゃって、それからカビキラーを始めた方がですね、もっと綺麗になったのかもしれませんし、あとそもそもですね、今6時10分ですけれども、もっと長く放置していると薄くなるかもしれません。ただもう午後6時ですので、これからお風呂の準備もありますから、今回はこれで終わりにしようと思います。またですね、日を改めてやろうと思うんですけれども、この銅石鹸をモテギカズヤの錆落としと塩素系で落とすやり方はですね、できればですね、やってもらいたくないんですけれども、自己責任でいいんでチャレンジしたいですという方はですね、下にリンク貼っておきますんで、必ずですね、確認してからですね、される方が失敗のリスクがですね、下がりますので、ぜひご覧いただきたいなというふうに思います。はい、ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。モテギカズヤの YouTube チャンネル、モテギ流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも